Bonsoir. これから気になったことを占いたいと思います。ドナルド・トランプ氏について、こんな感じかな、運勢を占いたいと思います。なんかフランスのさ、いろいろ番組とか見てると、どっちかっていうとフランスって、ほら、ウクライナに支援してる側じゃないですか、ね。トランプとの関係で仲良かった人ってさ、こう思い出してみると、プーチンとかね、まるでフランスと関係が悪い人たちと友好的な人物なので、それだと思うけど、結構トランプ氏に対するネガティブなことを言ってる番組が多いっていうのを見ました。わからないからね、本当にね、こういうのってね、どっちが悪いかってね、実際にさ、知らないでさ、見てるわけだからさ、こういう素人としては。何か、カマラ・ハリス氏に対する誹謗中傷が、トランプ氏の口から多すぎるみたいなことを、そう、クリティック、批判してましたね、そのフランスの番組では。まあ、わからない。どっちがどう悪いとかさ、いいとか、わからないんですよ、本当に。素人目から、ね、視点から見ると、わからないんですよ。それでちょっと占おうかなと思って、まず、それでは、何からいくの？ジプシーカードから引いていこうかな。そして次には他のカード、何しよう。まだその時女のさ、引くから決められないでいる。それでは行きましょう。1枚目。何か、ル・モンド。世界が出ました。それから、次のカード。テンプル・キスタンカード、行きましょう。次のカードは、これは力のカードが出ました。それから、その後どれにしよう。ケルトいきましょうかね。ケルトカードいきましょう。
これは、フールが出ました。この後、ダリカード、見てみましょう。